はい、えー、どうも皆様あはい、えー、どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ゆきチャンネルの中之祐樹です。えー、ここ最近ね朝から将棋脱爪将棋ずっとこう投稿し続けてるんですけど、最近はね、えー、自分が作った将棋ですとかプロキ士のこう有名な方を中心にこうやってきたわけなんですけども、えー、ここから先にね私が作った爪将棋の方をですね中心的にこうやっていこうかなということでね報告させていただきたいと思います。えー、私が作る爪将棋は多分おそらく固定爪かね多いんじゃないかなと思います。 で、たまに9手詰め、7手詰め、11手詰めこの辺りがね、こう非常に多くなってくるんじゃないかなと思いますで、えー、一応、私がね、えー、中学1年生か2年生頃だったかと思うんですけどもよく友達とかにですね、えーまあ、毎日じゃないんですけどたまに詰将棋なんかをですね、こう作ってですね、溶、えー、かせてたっていう記憶があるんですね。 で、私がよく作ってた爪将棋はですね、えぇ、ー、7手爪の爪将棋が一番多かったんじゃないかなと思います。えー、7手爪、ついで11手爪が多かったですね。えー、とあのたまに5手爪、9手爪を作るような形でしたね。えー、1手爪、3手爪の爪将棋もね、えー、まあ、作ってはいたんですけども、ただ1手爪、3手爪の爪将棋だとね、 あまりにも簡単すぎるがゆえに、あまり面白くないのでね。えー、実際の詰め将棋におい、あの、実際の将棋においてもですね、1、えー、手詰め、3手詰めの場面というのは想像たるこう巡り合えないんですね、えー。なぜかと言いますと、その3手詰め、1手詰めになる前に相手方が投入している可能性が非常に高いです。と言ってもですね、その3手詰め、1手詰めにもうならせないようにですね、相手方をこう刺してくることがね、えー、あります。えー、というか、それしかない。あの、相手方はね、絶対刺してくるのでね。 まず考えられないのでね、えー、それまでにこう、積み筋を読んでいく、読んでおく必要があるんですね。なので、最低でも5手詰め、えー、なので、最低でも5手詰め以降のですね、こ詰め将棋をですね、えー、私を作あの皆さんにこう、問いていただいていたということなんですね。ということで、まあ、今回はこう報告の動画ということでした。ご視聴ありがとうございました。